立派な社会人を育てるっていうのが哲学なんだよね。自分のプレーよりもチームのために何ができるのか、一人間としてどうならなければいけないのか。12人が J リーガーになってるのね。ケイタさん、はい。なんか昨年あの J リーグ加入した新人の選手の半分ぐらいが大卒選手って話を伺ったんですけど、本当ですか？いや、まあそうでしょ。でも大体そんなもんじゃない？大学サッカーから J リーグで活躍してる選手もすごく多いからね。特に注目する大学ありますか？それはもうね、明治でしょ。明治大学。あのもちろん いろいろその大学ありますよ。だけど、まあ、僕もあのアドバイザーやってたから、まあ、明治大学の話をするのが一番いいかなっていうのと、一学年大体明治大学って15人ぐらいなんだよね。そのうちの今年に限って言えば12人が J リーガーになってるのね。その今の4年生たちは、まあ、僕がアドバイザーやってた時の1年生2年生の時に見てたんだけど、やっぱね、みんな上手かったよ。なぜ明治大学がそんなにプロを輩出できるの？栗田さんっていうね、監督なんだけど、同じ静岡清水出身なの。同郷なんだけど、ある大手企業の社員さんなんだよね。プロサッカー選手になるよりも立派な社会人を育てるっていうのが哲学なんだよね。なんかそこを徹底的に多分ね、4年間で鍛えられるんだと思う。その明治大学がじゃあ何時に練習するかっていうとね、6時から練習してる朝ので、そこから8時ぐらいまでやって、授業を必ず行くわけよ。明治大学のサッカー部っていうのは学業っていうのを絶対に外さない。1限目がある選手たちっていうのは6時からの練習やって、1限目があるんで先に上がりますって言って上がっていくわけで、そういうのももう元々伝統としてあるし、やっぱこう一人間としてどうならなければいけないのかみたいなものを求め続けているのが明治大学のサッカーで、その中でプロに進むやつは進むし、やっぱね、有名な選手で言えば長友選手とか丸山選手とか室谷選手とかで、僕が直接見てたのは阿部シュートでしょ、瀬古でしょ、柴戸海でしょ、岩竹、森下とかね。いや、もう20人ぐらいいるんじゃない。見た選手のね、半分ぐらいはなってるのかもしれないけど、もともとその明治大学に入ってくるっていう意味ではサッカー界の中である程度のところまで高校生までやってきてる選手たちなんだけど、そこからさらにね、あの人間性を重視して成長させるっていうところが明治大学の、基礎になってるからこそ J リーグに行く選手たちが多いのかもしれない。明治大学は栗田さんがよく言ってる、まあ、サイクルみたいなのがあって、1年で戸惑い、2年で気づき、3年で責任、4年で象徴っていう風にこう多分ね、変化していく心情の部分を表してると思うんだけど、まず1年生って高校生の時から来るわけだよね。で、特に明治大学に来る選手たちっていうのは J リーグに入れなかった、もしくは入らなかった、誘いがあったけど入らないっていう選手たちも来るの。もっと鍛えたいから。だけど環境が変わったり、その価値観が違う選手たちが集まることで、こう大学のサッカーにこうやっぱ戸惑うと。高校っていう社会から大学になるともう少し幅が広がるじゃないですか。でそういった人の幅が広がっていくと、やっぱそこで戸惑うと。2年生になるとやっぱその少しずつ環境に慣れていくんだよね。で慣れてきて改めて自分のこう強みとか、なんかその弱みとかそういったものをこう見つめ直して目標をこう再発見するみたいな、なんかそんなようなこう気づきを感じてくる。3年生になってくるとやっぱチームを自分がこう牽引するんだっていう意識が芽生えてくる。でそれと同時に自分の行動とかね、まあプレーについてこれまで以上に重荷というか、まあ、重責というか、まあ、そういったものをこう感じる、まあ、そういう立ち位置になるんだよね。
さらに言えばサッカーを続けていくのか就職活動するのかみたいな選択肢もある。でやっぱ4年生象徴になるんだけど、まあこれあのサッカーの技術とかもそうなんだけど、やっぱここ人間性がやっぱすごく求められて、明治大学サッカー部をこう体現すると全てを表現する立場になって、でここでねぶつかるのが犠牲心みたいなものとのこう葛藤だと。もう自分のプレーよりもチームのために何ができるのか、こうバランスを優先させるとかね、まあ、そういう、 こう自分の特徴とか持ち味を損なってしまうこともあるかもしれないけど、でもその壁を越えてチームを強くしていって、それからこうプロの道に進むっていうことも、まあ、一つの選択肢として出てくる。プロに行く選手って何かこういう、まあ、特徴じゃないですけどこういうことがあるみたいなことありますか？サッカーに対して真剣だよねみんな、うん、あのだから僕も学生としてあんまり扱ってなかった。プロを見るように接してたし、別に僕はあのコーチというよりもアドバイザーっていう立場だったんで、まあ、栗田さんからプロとして活躍するためにはどういう考えじゃなきゃいけないんだっていうことを言ってくれっていう話だったんで、まあ、そういう話をしてたけど、でもそうは言っても大学でねあの結果を出したりプロに行って今結果を出してる選手たち多いけど、そこまでなると思ってないもんね。だからそこにはやっぱ本人たちの努力がすごくあるし、もちろん種はある。だけど行ってそのチームで、うん、使ってもらえるかもらってないかっていうところはそれ分からない。あのもうプロになる選手たちなんて結構ね力は拮抗してるから、だからそこでやっぱ彼らの素直さとか学ぶ姿勢とかっていうところは監督たちから評価されてるのかもしれないよね、うん、それはなんかあの最近、ね、ビジネスの方でもすごく思うことがあって、ものすごくスキルがあっていいと思ってても実はうまくいかないときに力発揮できないで逃げてしまうっていうことが結構あるんで、逆にうまくいってないとか危ないかもしれないっていうときに、でもそれでもなんとかして状況を打開するんだっていう思いがある人とではやっぱね能力が最初にあったとしてもいつの間にかね抜いてるんだよね。やっぱそこって考え方とか素直さとかそれがあるかないかによって、うん、大きく変わるんじゃないかなって、成長はね。だからすごくその明治大学の選手たちを見てて僕も学んだことは、プロのレベルで成功するかどうか分かんないなって思ってる選手たちでもやっぱりねグッと成長するわけよ。あーやっぱそうなんだなってすごく勉強になりますよね、彼らの、その姿勢を見てると。